ウォータータセブンを出航後、不気味な海域、フロリアントライアングルに迷い込む一味そこでよみよみの実を食べた骸骨のブルックと出会う死んで骨だけブルックですどうぞよろしく王家七部会月光守アに奪われた影を取り返したいブルックと共に一味は守アが支配する島スリラーバークに乗り込む激闘の末守アを倒すことに成功した一味だが そこにもう一人の七部会バーソロミュークマが現れた政府の命令でルフィを狙うクマの攻撃で全滅寸前まで追い込まれた一味だが唯一意識を保っていたゾロの命がけの交渉により窮地を逃れるおおいお生き何もなかった。 ブルックを仲間に迎え入れた一味はグランドラインを半周した地点レッドラインに到達する新世界に入る下準備のためシャボンディ諸島へ向かう途中一味はかつてイーストブルーで戦った魚人ハッチャンと再会ハッチャンと和解した一味は彼の案内でシャボンディ諸島に上陸するしかしそこでは天竜人と呼ばれる者たちが 横暴な行為を繰り返していた天竜人とは世界政府を作った王たちの末裔でありもし逆らえばたちまち海軍大将が派遣されるというそんな彼らとの間にいさかいを起こしッちゃんが撃たれるそれを目の当たりにしたルフィは激怒し天竜人の一人を殴り飛ばしてしまうこの一大事件は 瞬く間に海軍に伝わり一味は完全に包囲される絶体絶命の状況で一人の男が姿を現した「その麦わら帽子は精悍な男によく似合う」「会いたかったぞモンキー・ D ・ルフィ」